ワニ全然動かないから、もうまるでレプリカの置物みたいだったんですよ。そしたら船が動き始めたら一気に水の中に駆け込みましたね。本物。野生の猿がいるみたいなんですけど、なんか木に隠れて見えづらいな。あーいるいる、黒いのがいる、黒い猿がいる。渓谷、下ってきまして、なんか名前も知らない田舎町にやってきました。ランチタイムでビュッフェなんですけど、これは一体何でしょうね。やっぱチアパス州、あの南に下ってきてアマゾンまでは行かないですけど、ちょっとね野生のワニを見ただけにアマゾンが近づいてきてるのかなと、もう勝手な感覚としてはそう思ってますね。はい、秘境。いやー、中南米こういうの楽しみ。中南米といえばやっぱりそういうアマゾネスな、見たことも感じたこともない野生自然。スミデロ渓谷はねちょっと想像を超えてよかったですね。もうね基本想像を超えるというものしか出会ってないですね。あの大げさな話じゃなく、メキシコではいや満足度が高すぎる。メキシコ、なんか来た、めっちゃ来た。ん？何もないよ。名も知らない町、村。メキシコの特徴の一つで、どこの町でもこのね、あの植木をしっかりと手入れしてるんですよね。すごいね、アーティスティックに。ちょっと買ってますよってこのレベルじゃないですよね、これ、こういうのとかね。大体メキシコのビュッフェは150ペソですね、相場が。質は高いですよ、相当。うん、満足感ある。でチキンもかなり新鮮なチキン。うん、エビ、魚介もついてますよ。うん。
ビュッフェでお腹も満たしたんで、街をねぶらつきたいと思います。なんか結構顔立ちとか服装を見るとなんかまた違う場所に、なんか随分また雰囲気が違いますね。まあ、チアパス州っていうのもあるんでしょうか。ああ、はい。なんかチアパス州に来たせいか、服装が民族衣装っぽいですね。しかも花柄のすごい色とりどりの、いや綺麗。子供もね、子供の普段着が結構そういう民族衣装なんで、なんか可愛いですね。なんか服装とか顔立ちとかちょっとメキシコよりネイティブな感じなんでしょうか。かなりね雰囲気ありますね。この建物はねよくわからないですけど、ちょっとねインドっぽいですけどね、デザインが。建物よりも人だな、結構興味は。なんか個性があるな。人をねむやみに取れないんで、本当は収めたいですけどね。